はいどうもファンネルです。ではファークライ5続きやっていきたいと思います。ということで今のミッションがあれですね、この銅像じゃないですね、石像を壊すミッションやっていこうかなと思ってるんで、はい、ということでちょっとこの辺ね、ここのエリアですね、フェイスのエリアのサブクエストみたいなのやっていこうと思って、まあちょろっとはやったんですけども、まあ、右下の方のあのレジスタンスポイントは見てわかるかとは思うんですけども、もうちょいであの 1,2,3 つ目の点ですかが溜まりそうになってまして、これ溜まるともしかしたらまたなんか変にムービーっていうかなんかストーリー進みそうだったので、ちょっとその手前でやめてます。なので今回このミッションをクリアしたらレジスタンスポイントも多分3つ目溜まるかなと思いますんでね、まあ、とりあえずじゃあこのファーザーの像に向かっていきましょうね。で武器はスナイパーライフル、サブマシンガン、あと普通のマシンガンですねを持っています。おっと大丈夫かな。でヘリで行きたいんですけど、ヘリショップはあっちだな。あ、そうだ、私今味方がねいない状態というかね、スロットによいしょ、右スロットでお得意のこの人を左スロット OK。 射的訓練ありますね、これやるとなんかもらえたりするかな。今向かう、 あんまないですね。よいしょ、外した、外しちゃいないけど、なんでうわっつったの。行きましょう。でヘリ呼びますよ。あ、ちなみに弾薬はちょっとあれだな、私あのパークの方で弾薬を多く持てるようにしてますんで今。じゃあヘリをいつもの緑色の呼びます。あら、今はエアリアルフォースヘリコプターを呼び出せない。え、どうして、え、なんで、あれ、ファーザーの像のところはもしかして遠で行けってこと、なんだ、あら、なんなんだろう、あれ、近くにヘリ私置いてないと思うんですけどね。まあいいや、まあよくもないんだけど。あ、もっといい角度に映るわ。何、なんで あいつ、どうしようね。そしてバギーに乗っていきますか。200m だともう見えてくるはずなんだ。おっと、場所を変えるわ。ジョセフの像、どっから来る、ヘリ、何、いた、敵だね。さてと、あの像はコンクリートの塊だよ。うん、強力な弾がないと破壊できない。それか銃弾のある飛行機とか。頭いいんでしょ、何か考えて。あ、だからヘリ呼べなかったのかな。このミッションにしてたらなんかヘリ呼び出せなくなってたのはヘリで近づいたらもうあっという間に壊しちゃうからとか、そんな感じなのかな。でもそんなこと言ったらね、ミッション選ばないでヘリ乗ってここの近く行って壊しちゃうっていう手もできますからね。あららららら、ら、まあとりあえず近づきましょう。なんか流れてます。あ、いる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 、悪くなかった。これは多分倒しても、よっ、ポン、移動するわ。おっと、なんだ、見通しが悪い。よし、一応サプレッサーついてますからね、音ではバレないはずです。いるね、いるよね。おっとっと、敵じゃないね。この人捕まってんの？おう、捕まってねえし。ホワイトホース保安官がきっと会いたがってるぞ。
誰かいるね。あれをやって、おっと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 、ポン、テクダウン、やべ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 、ヘイ、やべえな、一気に戦闘態勢になってしまった。これ来るかな、投げナイフで、おちょ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 、お前よいしょよいしょ、あれ、この、この金メダルものね、いる、どっかに、慈悲はない、やったよね、ちょっとナイフ、ナイフ拾う、よしよしよし、取得できないかな、よし、オッケー、音がやんだってことは多分これでオッケーのはずだから、苦悶の叫びを上げる裁かれし者の地で大地は真紅に染まるであろう。どっかになんかないのかな、これ壊すの、おっと、なんだこれは、入れんじゃないの、入れなさそうね、壊してみる、無理だね、キャン、大抵銅像、銅像っていうか石像とかで中入れるんですけどね。あ、ロケランだな、どうしようかな、スナイパーライフルをこれに変えてぶっ破するか、ごめん間違えた、おい、おっと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 、危ない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 、破片破片、よいしょ、あ、いいよいいよいいよ、これ破片で死ぬよ、あ、いいよ、これあとどこ破壊するんだ、敵も来ちゃうけどね、スナイパーがいっぱいいる、スナイパーがいっぱいいる、もう壊れたでしょ、でもあれ上行かないとダメ、ゾーンの中に入る、これであのゾーンおしまい、ああもう一上がりしたいならいいネタがあるんだけど、フェイスはジョセフのタバコと自分専用で複製して、あららららら、それを焼き払うのはどう、あ、入れる入れる、相手を間違えるとどうなるか教えてよ、し、オッケー、ほい、上へ続くはしごがいっぱいある、オッケーオッケーオッケー、それで落ちてくる、よし、じゃあ敵を倒していきたいけど上に行くのね、敵こっちから来そうなんだよな、下から上にいるね、登って大丈夫かな、あらららららら、あらら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 、ら、やったね、あと上にいる、おっとっと、撃つな撃つな撃つな、おいしょおいしょおいしょい、んで、あ、これなんか押せるボタンある、インタラクト、登れんの、空に気をつけな、ヘリが何機か来てるよ、マジで、あ、はしごが降りてきてるね、おいで、ヘリがどこにいる、スナイパーがね、おっとちょっと待って、いるね、あちら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 、あいた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 い、あら、た、なんだお前、この野郎、リロード、で上りを上に、まずはスナイパーをテイクダウン、またヘリが来るみたいだよ、気をつけな、インタラクト、
ヘリ来んのはいいんだけど、ここね、祝福のなんかがあるんだ。どこだ？ほらー、カトンボ落ちろよ。よし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 、どっかに弾ありそうなもんだけどね。これは医療キット、金庫あんだよな。金庫開けちゃおう。やべ、誰かやられてんな。ブーマーかな、あれ。なに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 、痛い、すごい痛いのかな。よし、登って、まだいる上に。また多分インタラクトできるやつがあるんでねえの。ダイナマイト、これ何するんだ。ここはあったな、橋。あ、これ壊すんか。じゃあこれ壊そう。はーい、ダイナマイトね。ほい、割れないよ。もしかして、あ、登んのか、失礼。こっち来て、また金庫ある。これ開けたら何が出る。金だ、金だ。金があって、弾がねえな、特に。登る、登ってどこ行くの。ちょっと待ってね。どこだ、上壊せないの。こっちか、わかったわかった。よっしょっしょい。で、そっちに登って、どうすんだこれ。あ、ここか。で、登る。あるね、なんか燃やす。いけいけ、ファイヤーファイヤー。氷点があったのね。別に燃やしから投げた方がいいのか。はい、クリア。はい、レベルアップ。フェイスは飛行機であなたを追い詰めるために鮮度を召集した。すげえ高えな、これ場所。やべえな、ロケラン。はい、そういい感じだよ。戦闘機来るのかな。セーフシード間違いなくちびってるね。フェイスも焦ってるはず。こんだけやられた責任を取らされるだろうしね。なかなかやるじゃん。なかなかやるじゃん。これ上行けんのかな、まさか。まだまだ上あるね、これ。これが一番上。トレーシーだけど、立てた礼拝所を見つけたんだね。それが奴らのやってる巡礼ってわけで、そこではいつも集まったペンギンがそれをジョセフに捧げてる。連中にもっと苦痛を味わわせたいなら、私のおすすめは残った礼拝所を粉々に吹っ飛ばすってことかな。ああ、礼拝所壊すミッションですね。わかりました。これもしかしたら、まさか俺たちがここまで来られるとはな。お前はフェンスに戦いを仕掛けろ。やつは焦っているはずだ。この調子で頑張れ。バークのことも忘れるな。連邦保安官がさまよっているのを見たら捕まえるんだ。あいつを祝福から連れ出さなきゃならない。ホワイトホースアウト。ホワイトホースアウトだって、かっこいいですね。じゃあちょっと待って。あ、ブーマー生きてんのね。この人はちょっときついね。もうやられちゃったんだね。じゃあどうすかな。今ここにいて、次はちょっとまだ時間あるもんね。ここの解放行ってみっか。ということで、マップ的にはあっちか。これ行けっかな。多分ね、ウィングスーツ持ってるんで、ちょっとウィングスーツ。ダメだ、パラシュート危ない。パラシュートで降りて、これ戦闘機来てますね。
よいしょ。参ったな、こんなところで降りちゃったし、今思ったらロケランではな。近場にファストトラベルしますか。お鹿か。ちょっとスナイパーライフルないとあれはきついもんな。もう一個メインミッションやっていくか。そしたらこれやっていこう。飲み水に祝福を混ぜてる。これはなんとかしないとね。ちょっと前後しちゃってすいません。前後っていうかね、いろいろバタバタしてすいませんけども、ここか。ここも 500m。 うーん、まあいけるか。よいしょ。何？誰？あ、なんで急に喋ってんのよ、まったく。よし、行くよ。ポンプ室につながる道を見つける。ちょっと録画一回あれですね、10分以上かかりそうなんで、一回止めてからまた再開しますね。はい、すいません。じゃあやってきます。じゃあね、道を見つけるね。いやー、いるねいるね。あれ絶対止めないとダメでしょ。あー、祝福混ぜてんね、あれ、あの人やってくれるね。んー、こんなもんか。こんなものわけないよね。多分こっちにもいるね。あれはポンプを止めるとかっていう時にあれインタラクトしないといけないんじゃない、黄色いの。よし、行ってみよう。もうバレんだろ。おお、どう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 。おお、そこにもいる。ちょっと運んどこうね。やべ、ここまずいんじゃない。なんでこいつら平気なんだろう。ここ祝福の、これロック解除できないかな。緊急用出口だって。いやー、これはきついぞ。ちょっとバレる前に運んどきたいよ。よいしょ。うわ、これはまずいな。ここに長居はできんぞ。ここもダメでしょ。一旦外出て、うん、どうしろって言うんだろう。こっちは入れないってこと。じゃあこっちか。と大回りしないとダメかな。あ、でももう山登れねえか。まあバレずに行くのはこれきついかもしれんな。まあロケラン持ってるから行けないこともないけどね。お、グレース使えますね。あれ入れっかな。みんなこっち見てないから行けなくもないんだろうけど。プーマ、ちょっとどいて。あ、入れねえなこれ多分。閉鎖中。なんで全部閉鎖中なんだ。どっから行けっちゅうんだろうね。ダメだダメだダメだ。祝福、ここすごいよ。あの赤いのなんとかしないといけないのかな。お、なんだ急に。
ランプ緑になった。なんか誰かに見られる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 。危ない危ない危ない。これはやべえな。やっぱライフル持ってくればよかったな。これこの人やったら見られちゃうかな。どっから入んのかな。これこっちからとか行けない。もしかして水質つながってるとかね。全部やるにはきついぞこれは。ドンパチするしかなかろうか。あの人を撃てるけど、やってみっか。移動する。みんな警戒態勢に入ったね。スナイパーライフルがないとこうもきついかね。逆側がこれで警戒薄くなるでしょ。薄くなったところで撃ったら壊れたりしないかな。登るって出てくから登ってみっか。上あっち行けんのかな。あっちはどうよ。おっと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 。あ、ここもダメだな。閉鎖中だね。どうしたもんかな。何かしらやっぱりやらんといかんよね。こことか壊れないかな。うわきついよこれ。ちょっとわからんね。おやべやべ、来た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 。どっか出る場所、出る場所ない。そっちしかない。ちょっと失礼。おお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 お。これやられた分増員されないのかな。いや参ったな。ポンプ室につながる道を見つけるったっていけないよねこのままじゃ。どこを解除すりゃいけんのかな。多分あれだと思うんだけどな。どうしたもんか。もう一気に倒しちゃった方が早いような気すんな。ここまで行くと。一人ずつ減っていく恐怖に怯えるがいいと思ったらなんかバレそうだし。バレた。めんどくせえ。よしもう乱暴プレイだぜ。
これなんか急に人減ったな。これ多分なんかできんじゃない、インタラクト。なんかなんで急に人変だろうねこれ。あ、なんかあれか、入れるようになるのか。ちょ、怖いなこれ。おお、これでいけるっちゅうことね。痛い、こけた。やばい、早くしないとこれ水戻るのかな。危ない危ない、よし。よし、登るよ。入ったけど、ああやられてるね。これは早いとこ。あ、これ破壊するなんだ。ちょっと待って。お、勝手にリロードしてる。あ、これやればいいんだ。どうすかな、ハンドガンで。うわー、ロック解除。あっちもね、じゃあ。え、あっちもって、やべやべ、来た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 、敵。うっちゃってって、医療キット。ちょっと待って、ここはどこをリンリンさせれば。なになに、誰がいる。いるね、あそこ。まあいいや、まずはこれをやって、奥に行ってだよね。道合ってるかちょっと分かんねえな。合っててほしいけど、あ、いるなここに。どうしよう、登って。ちょっとなんでバレんの。ここはあの爆弾っていうかあれないのかな、火薬。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、ピッキング。破壊する、これオイルかな。よし、脱出脱出。やべやべ、バレたバレた。 OK。 道を歩む者たちは自ら選んでそうしてるの。あなたに彼らを止める権利はない。なんかフェイスが喋ってます。もう二度と彼らの邪魔はしないで。これで無事終了じゃない。祝福を受けた。やべ、またムービー入りますね。これ PA の通信を聞いてるが、水処理施設のことで怒り狂ってるぞ。だいぶ奴らに嫌われたようだな。見事だったぞ保安官。助けて、祝福受けてる。これまた持ってかれるな、精神。これは時間の問題ですよ、多分。ほら。あなたに祝福を。もう戻ってこれないんじゃないの？これ3度目だよ。いや、参ったな。時間が長くなるな、これでは。
まあロードの部分は飛ばしてもいいのかな。これまたどうせお花畑に連れてかれるんでしょ。私たちが何をしているかわからない。それともただの無関心。めっちゃ怒ってんじゃん。あなたはあちこちで何の悪意も持たない人たちに暴力を振るって回ってる。彼らは安らいでる。みんなここにいたいの。あなたが信じてないのは分かってる。でもこれがこの物語の結末。あなたの力じゃ変えられない。外にいるお友達は恐怖心の言いなりなのね。誰も理解してない。彼は違う。示してくれるわ。お、やばい。よう、新人来い。ほら、大丈夫だ。もうこいつ完全にそっち側の人間じゃないか。俺を連れ帰る気だろう。いいんだ、知ってる。彼女もみんなも、お前の気持ちはわかる。俺を助けに来てくれた。だが違うんだ。俺は戻りたくない。絶対に。これまで自分の人生を考えてみたことはあるか。実際に何をした顔だ。どうだ、人は何にでもなれるっていうだろう。人気歌手、スポーツ選手、映画スター、誰でも成功できるってな。だがなそれは真実じゃない。ただ人に言われたことをこなし、平凡な人生を生きているだけだ。来る日も来る日も、自分には意志があると思ってる。違うな。命じられたこと以外を最後にしたのはいつだ。求められてる。だがそれはお前の人生じゃない。奴らの人生だ。自分で選んでると思うだろうが、それは嘘なんだ。幻想だ。俺はもうたくさんなんだよ。イエスマンはもうたくさんだ。使い走りもくだらないゴミ拾いも、もうたくさんなんだよ。全てのことがもうたくさんだ。だってそんな人生なんかに何の意味があるんだ。ここでなら自分にはずっと無縁だと思っていたものに手が届きそうなんだ。幸福に。結局のところな、本当に重要なのはそれだけだろう。幸福だ。おっと、これで戻るか。祝福を知らぬが仏。悪を捕まえるんだ。ああ、捕まえられってことね。待て待て待て、どこに行く。今だ、バークにゲートを通らせるな。そんなこと言ってもこっちも走れねえんだよ。ああ、しゃがみはできるんだね。捕まえろ、ルーキー助けるんだ。これ助けないっていう多分選択肢もあるんだね。この
止まってれば。でも私は助けますよ。彼を離して、テイクダウンテイクダウンいや、テイクダウンはダメだろ。これはね、ちょっとここのところだけちょっとテイクダウンじゃなくてボタン変えてほしかったね。あのボタン名というかね。まあでもこの人ね、ゴミ拾いはもうたくさんだみたいなこと言いましたけどね、ゴミ拾いぐらい しないとダメですよ。まあ、捨てなければいいっていう考えもありますけれども、まあ、散らかってたらね、ゴミ拾わないと。まあ、論点はそこじゃないですけどね。戻った？やったね。トレイシー駐車の用意だ。お前落ち着くぞ。あ、一緒のとこいたの？俺もいるんだ。ゼラシ。やめてくれ。また。やめてくれ。それ痛いんだって。やめろ。あ、嘘。なあ、いいか。落ち着かせたいだけだ。ダメだ。薬だ。ジマを下ろせ。宿泊から簡単には戻れんぞ。できる。できる。ワンガ。よし。わかった。俺は大丈夫だ。ああ。来ないでくれ。よし。さあ、横になれ。銃を下ろせ。注射やなくても大丈夫ってこと？ドレイシー。何も聞きたくない。嫌なことを探してた。最初からそう言ったでしょ。あいつも分かってない。どうやって頭に入り込むかも。信じちゃダメ。いや、俺の方は大丈夫なの？ちょっと私が話してくれよ。私は大丈夫なんですか？割れるほど寒いな。お、元気になった。何が起きた？知らぬが仏。ちょ、目めっちゃ開いてるけど大丈夫これ？あれ、なんか続いてんのかね。こっちだね。ちょっと話だけ聞いとこう。おっと、連邦保安官を祝福から解放するとは信じられない。フェイスが放っておかないだろう。奴が戻ってくるぞ。用心しろ。用心しろってか、ちょっと喋って終わりぐらいにするかな。保安官、聞きたいことがある。フィーニーという男を知ってるか？町の薬剤師だったんだ。地域の支えとして尊敬されてたんだが、実際はただのドラッグ商人だった。奴はカルトに協力してる。祝福を作るのを手伝った。今はジェソップ栽培所にいるらしい。美しいアトリウムだったんだ昔はな。今ではフィーニーの毒物工場だ。恐ろしい花で埋め尽くされている。それで思いついたんだ。あそこで栽培されてる花を燃やせばフィーニーが大慌てで駆けつけてくる。ファーザーの罪。はいはいはい。まあ、じゃあ今回この辺にして、次回また次のストーリーミッションやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、では皆様ご視聴ありがとうございました。さようなら。